エルカチャンネルのショーでーす。今日はですね、こちらくら寿司さんにやってきました。さあ何が起きますかね。あのネットで炎上したことが起きてるんでしょうか。まあないとは思いますけどね。まあ久々にちょっと食べに来たので楽しみです。たけ焼きのくら寿司のやつが見てから行きたくてしょうがなかったんですよね。そしたらなんだろう、こんなのがありましたよ。これと王道のハンバーガー、クラバーガーっていうのがありましたよ。ミート、フィッシュ、大人はわさび、ツーはガリ。ちょっと楽しみ、これ食べてみよう。さあ、まあバーガー食べる前にちょっと普通にお寿司食べましょうかね。さあ最初に来たのはウニが混ぜてある海鮮巻き。ウニ単体はないんですよね最近。じゃあいただきます。そう、美味しい。さあ次来ましたよ。しめ鯖。見えないな。ほら見て、肉厚。すごいねこれ。落ちちゃった。おいしい。はい、次マグロのたたき。たたき、なんか崩れた。おいしい。さあ、そしたらぼちぼち食べてるので。くら寿司といえばビックラポンをしたいと思います。1枚、2枚、3枚、はい、外れ。そう、次はフグの昆布締めかな、やってきました。さあ、さっきエビ天がなかったと思ったんで、あったあったと思ったら手巻きで、その後に普通のエビ天のお寿司見つけちゃった。まあいいけどね。いただきます。あったかい、あったかい。さあ僕の大好きなアナゴの登場。
行っててよかった。さあ次はどうかな。外れ外れ。ね、次ね、焼きたらかな。これはもうこのままかな。いただきます。うん、あ、たらうめっ。3回目も外れ。これなんか忘れた。でもいいか。本日のクラッチ会場の店にお越しいただき誠にありがとうございます。本日からクラバーガーの販売は行っております。ゆずがゆず。お待ち対応できますので、ぜひ。さあ4度目の挑戦。そろそろ1回ぐらい当たりが来てもいいような気はするんだけどね。じゃあ、これで5回目か。5回目の挑戦。1回ぐらい当たってほしいよね。5回目にしてやっと当たりましたよ。何でしょうかね。あれですよ、あれ。すみっこ暮らしのくら寿司とコラボバージョンのやつだ。とんかつのあたりで、裏これマグネットになってるから、どっかペタンって貼れると思います。あー、やっと当たったな。でも俺的にはタヌキとキツネが面白いんだけどな今。ハンバーガーが届きましたよ。こちらミートとフィッシュが選べたんですけど、ミートを頼んでみました。あえてのミート。さあどんなんでしょうね。
お肉とオニオンリングですね、うん、おいしい。はい、ということでくら寿司久々にやってきました。美味しかった。何が美味しかったかな。卵、さあ、そういうことで俺にかかってこい。